こんにちは。こんにちは。小原田泰久です。小原田裕美です。ゆるかの時間です。ほらメキシコで地震があったでしょ。そう、ね、で昨日また秋田で震度、秋田であったりとかね、今日の地震があったりね、なんか太陽フレアがどうのこうのってさ、うん、話もあるしさ、うん、まあね、だって地球は当然太陽の影響を受けてるしさ、うん、ね、うん、その関係があっても不思議じゃないし。そうだね、うん、そうだから、なんか地球に住んでってさ、うん、まあ、地球我々から見るとすごい巨大なもんだからさ、うんうん、なんかこう地球だけでもう完結してしまってるような、うん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 、ね、あるいはまあ今はねやっぱり日本だけっていうわけじゃないっていうのは分かってくる、分かるけどね、うんうん、いろんな国との関係の中で我々は存在してるし、うん、であと我々個人もさ、うん、やっぱり人との関係の中でさ、うんうん、生きてるわけじゃん。なだそうだね、無人島に住んでるわけではないわけだからね。そうそう、だからまあ自分というのを作り上げてるのはさ、うん、もちろん自分自身の、うん、ね、思いとか行動とか経験とかいろんなあるけれど、うん、同時にそれはさ常にこう人の影響を受けてるわけよ、うんうん、な家族もそうだ、仕事仲間もそうだろうしさ、うん、まあ、近所の人もそうかもしれないし、うん、親とかさ、うん、いろいろあるやん、うんうん、なそういうことも考え合わせて自分っていうのをさ、うん、見ることも必要だよな、うん、そうだね、うんうん、でもさやっぱりこうよくね言われることはさ、例えば誰か、うん、あの人どんな人って時に、うん、やっぱ周りにいる人を見るとさ、うん、まあ、必ずしもイコールではないんだけども、うん、大体どういう人かが分かるっていうかさ、うん、人となりが分かるっていうのはあるじゃん。そうね、うんうん、まあ大体さ、うん、関わる人ってのは、うん、なんかこう周波数が合ってたり、ね、うん、それからあとまあ本当に必要な人ね、うんうんうん、特によく言うじゃん、嫌な人はね、うん、自分に対してこうなんて方向転換をさせてくれたりさ、うんうんうん、非常に大事な存在であるというふうな、ね、ね、ことでもあるよね、うん、だからやっぱり、うん、ピンチはチャンスなんだよ、うん、なんでこういう人が現れたのかとか、うん、なんでこの人がそばにいるんだろうとか、なんでこの人が家族なんだろうって思うけど、うん、でもそれってやっぱり意味があって家族になってるとかさ、うん、そうそうそう、意味があって友達だとか、そうだよね、うん、それとあとまた、自己評価っていうのがあるじゃん、うんうん、自分のことをね、うん、まあ自己評価が高い人ってそんなにいないんだけどさ、大体みんな低いんだけどさ、うん、やっぱ自分のダメな部分っていうのはどうしても目にこう入ってしまう、うん、だけどさこれもうちょっと広げてね、うん、周りから見た自分っていうのを考えた場合に、うん、その自分がダメだと思ってるところ実はダメじゃなかったりするわけで、うん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 、逆にそこが人から見ると羨ましいと思われたりしてるわけでしょ、うん、そうだね、うん、うん、だそういうふうにさちょっと視野を広めてみるとさ、うん、違う自分が見えてくるわけよ。そうだね、だからその視野を広げるってことが結構難しかったりするんで、うん、特に今すごい病気だったりとか今すごく辛かったりとか不幸だった時にはどうしてもやっぱり狭くなっちゃうんだよね。そうだからどん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 こう狭くなっていくわけよね、うんうん、だから今度もちょっとさがんの患者さんたちの集まりに行くわけだけどさ、うん、なんかさすごい楽しそうにやってるわけ。うーん、あ、そう、ね、もちろんその、克服した人もいればさ、うん、まだ今闘病中の人もいたりするんだけどさ、うん、なんかこう我々がイメージするがんとね、うん、いう聞いてイメージするのとまた違ってさ、うんうん、生き生きとさ、うん、生きててさ、うん、でそういうこうまあいろいろ OB みたいなのがいるわけで、うんうんうん、本当になんか、人生ワンステージ上がったみたいなね、うんうん、で同時にその、まだ闘病中の人もいたりしてさ、うんうん、そういう人たちはそれを見ながらさ、うん、なんかねそうですね、自分の行く先っていうのをね、うんうん、どう見るか、うん、やっぱもうなんか病院でボロボロになってね、うんうん、人生終わってしまうような、うん、人もいるわけじゃん、うん、もちろんね、うん、そういう人もいるし逆に何かこう生き生きとしている、うんうん、ね、いや治ったからそうでしょっていう言い方もできるけれどさ、治った治ったじゃないっておっしゃるよね皆さんね、そうそう、それじゃない何かがね、うん、あるわけよ、病を得て何かが変わったっていうのはね、そうそうそう、だから自分の先をどう見るか、うん、ね、そういう人たちをこう一つの、お手本にしてさ、ね、あ、そうかってこういうふうな先があるんだって、うん、大事なことだよね、これは大事だよな、うんうん、絶対死ぬわけじゃん人間はいつか、うん、そう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 、もうずっと生き続けるわけじゃないわけだからさ、うんうん、
だからまあね、あなたは今病気じゃないし健康体だからそう言うんだよって言われてしまえば、うん、もう何も言えないけれども、事故で亡くなる方、病気で亡くなる方、自分で亡くなる方、いろんな亡くなり方があって、うん、本当はね、まあ、寿命で亡くなりたいと思ってるかもしれない、うんうん、でももしかしたらそのね、病で例えば道半ばで亡くなるというのは、それが本当に寿命なのかもしれないし、うんうん、なんだろうな、なんか死ぬことがもうなんか全部悪いこととかさ、うん、なんか病気になったらそれはもう悪いこととかさ、うん、そうじゃないっていうことをやっぱりもっと分かった方がいいんじゃないかなと思う、私。そうだよね、うん、だからまあそこを、それを体験だからさ、うん、その体験を通して次のステージがあるみたいなね、うん、というのもあるよね、うんうん、だから長生きしたら長生きしたでさ、うん、これはもう大変なことあるわけよ、うん、昨日も91歳の人にあったけどね、うん、本当元気なんだよね、うん、うれましくお元気で、うん、だけど彼は91まで生きたことによって、うん、やっぱりもう、一人ぼっちになっちゃった、その一人ぼっちの、そのか、あのいわゆる家族という面でな、そうだね、そういうことなんだろうね、親兄弟は亡くなりとかね、うん、彼は仲間がいてさ、楽しくやってるんだけど、うん、でも、親は当然だけど奥さん亡くなってね、うん、息子さんまで亡くしてしまってとかね、うん、辛いね、うん、あるわけでね、うん、そういうこともあるということだよね、うんうん、だからこう両面がある、よね、うんうん、だからそういうふうにさ、やっぱりこう、あの視野を広げるってさ、うん、ね、やっぱりそういう両面見ていくとかさ、そうだね、いうことだよね、うん、いいとこばっかり見ててもダメだし、うん、悪いとこばっかり見ててもダメだし、そう、うん、だから、うん、両方引きこもごもって言葉あるけど、その何とやって生きていくかなんだよね、うん、そうなんだよね、うんうん、健康だからって全てがいいわけじゃない、そう、病気だからって全てが悪いわけではない、うん、というふうなさ、うん、ところとか、うんうん、まあ経済的に豊かだから全てがいいわけじゃない、そうだね、ね、あの経済的に不自由してる方がいいこともある、そうだね、それが幸せだよね、うんうん、貧乏だけどみんなで肩寄せ合ってさ、そうそうそう、楽しく過ごしてる節約家族だっているわけだし、うん、そうなんだよね、うんうん、お金持ちだけどもなんか寂しい、なんか隙間風がさ、うん、家族の間で吹いててさ、うん、決してそれが幸せではないっていう人もいるし、そう、人もいる、うん、だからいろんなパターンがあるわけだよね、うん、だからあんまりその今の状況をさ、うん、嘆いてみても仕方がないし、うんね、うん、うん、また、ないものねだりしても仕方がないし、うん、うん、だからその中であの今自分が不幸だと思ってても、でもその中に幸せがあるはずなのよ、なんかは、うん、今日例えば一日生きたらさ、うん、嬉しかったことの一つや二つはあるよ、うん、うん、そうだね、な、うん、うん、だそういうのを見るか見ないかだけの話でさ、そうだね、うん、そこに意識向けていくとね、うん、やっぱりよく言うじゃん、そういうもん寄ってくる、うん、だからやっぱりいいとこ探しができるかどうかですよ、うん、そう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 、うん、うん、そう、悲しい時でもいい、本当は悪いことにもいいことはあるんだけど、うん、それは高度だからさ、うん、ね、うん、本当に自分の都合のいいことでいいんだよ、それを一日のうちに見てればさ、うん、必ずあると思うよ、うん、ね、うん、うん、そういうことって教わってこないじゃん、うん、そうだよね、うん、だから悪いとこばっかり目いって不満、不平不満ばっかりなってしまいがちだからさ、うん、だからこそ余計必要なんだよそれが、うん、私本当に宇宙の法則って、まあ、スピーチの世界でよく言われるじゃん、うん、宇宙の法則って、うん、これ私教えるべきだと思うんだけど学校とかで、うん、違うのかね、あ、だけどさ、やっぱりそれは実証していくっていうかさ、うん、やっぱり実験して自分で体験していかないとさ、うん、そう、うん、言われたって分かんないよそれは、うんうん、目に見えないことっていうのはさ、うん、ね、守護霊様がいるって言われたってさ、わからないけど、守護霊なんていないって人もいるし、死後の世界はないって人もいるわけだしね、そうそうそう、だけどもさ、うん、冷静に考えてみたらね、うん、もう何かピンチの時にふっと救ってもらうことはあるわけでしょ、あるある、うん、あの時にこう例えば、車がふっと飛び出した時にさ、うん、なんとなくなんか物拾ったり拾ったりして、うん、そこで止まったりさ、うん、あのまま行ってたら事故になったかもしれないっていうことはあるわけじゃん、うん、奇跡的に助かるとかって、そうでしょ、絶対あるよね、そうでしょ、絶対ある、うん、だからそういうふうなことをどう捉えるかよ、うん、だから偶然だって、うん、ラッキーで終わっちゃうんじゃなくてさ、うん、何かの力の、そう、そういうふうな気持ちでいればさ、うん、そういうことは増えてくるはずなんだよね、そうだね、うん、どこに目を向けるか、同じ、ただ同じ1日は24時間これは同じなんだよ、う、うん、ね、そういういいところを探せる人も24時間だし、そうそうそう、ネガティブなことしか見ない人も24時間だし、そうなんだよね、だからふっとなんか思ったりすることがあるじゃん、うん、ね、今日はこう行ってみようとか、うん、ね、誰々に電話してみようとか、なんかふっとあるじゃん、うん、そういうことをさ、うん、どう捉えるか、うん、ね、いやこれなんか本当に支えてくれてるかもしれないんだよ、うんうん、うん、ね、そうね、そう、だからそういうふうなやっぱりこう
不思議さみたいなさ、うん、なんか目に見えない力っていうものを感じて生きると、うん、これ違うような気がするよね。同じ24時間ならそちらの生き方をして生きてきた、うん、そうだからそういうものでさ、うん、こういうのもあったああいうのもあったって自分の中で実証すればいいんだから、別に学会とかそんな関係ない、自分の中で実証すればいいで、自分が確信を持てば持つほどそういう現象が起こってくるからね、うん、うん、と思うんで ね、 そうですね、はい、ということでね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。